エースの兄弟のこともおでんが旅した広い世界のこともでもあの時の僕の目にははっきりと見えたそれが弟の夢の果てなんだたちは必ず海へ出ようこの国を飛び出して自由になろう広い世界を見て俺はそれを伝える本を書きたい航海の勉強なら何の苦でもないんだもっと強くなって海賊になろうそんなもんお前に言われなくてもなるさ俺は海賊になって勝って勝って勝ちまくって最高の名声を手に入れるそれだけが俺の生きた証になる世界中の奴らが俺の存在を認めなくてもどれほど嫌われても大海賊になって見返してやんのさ莫大な財宝が噂される最後の島にセーブが行くなっつってんだお宝の噂も真実味が増すたどり着けば名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ世界一そうかよしそうさそしたらお前は何を言い出すかと思えばガチでもあるめえし面白えなルフィは俺お前の未来が楽しみだにゃルフィがそう言った時はそりゃ俺とサボも笑ったけどよだがな他人には笑わせねえ俺たちは信じてんだあいつは本気でやれると考えてるだからエースおいどうしたヤマト僕は笑わないよそれは海賊王が言った言葉だおでんが度肝を抜かれた言葉光月おでんの日誌の中にそれと同じことを言った偉大な男がいるんだ笑うわけがないすごいよ君の弟